おはようございます、ピエトラです。今実はまあおはようございますっていうような時間じゃないんですけれども、今仕事が終わりました。本日これが届きましたので、開封して、で植えるのは次の休みの時になっちゃうかな。今日はまずは開封しようと思います。はい、今回バラを購入いたしましたのはこちら、姫のバラ園様になります。私はだいたいいつも原種系を買う時にはこちらを使わせていただいてます。結構ね、厳重に、以前買った時にはこんな風な感じにいろいろ書いてはいなかったのですが、なんかいろいろあったんですかね。はい、でもその分安心ですよね。はい、では開けていこうと思います。はい、じゃあ開けますね。こちら今箱から出しました。はい、結構ね箱いっぱいになってました。今回買ったのはこちら、ブランシュフルールという種類になります。はいはい、全体像でこんな感じかな。はい、かなり大きないい苗になっております。葉っぱに病気の跡とか虫とかもない感じですね。はい、じゃあ土を見ていきます。はい、ポットを覆ってたビニールを今取ったところです。土、赤玉メインの、はい、私が使ってる土とほとんど変わらないので、これは、はい、安心して植えていかれます。はい、では、これを、まあ、私の休みの日までちょっと養生しておいて、で植えていこうかと思います。ピエトラです。はい、お休みの日になりましたので、こちらの新苗、鉢に植えていこうと思います。まずは明るいところでもう一回チェックしてみますね。はい、前回ね見た時には夜部屋の中だったので、明るいところで見てみようと思います。土がこんな感じで赤玉土、メインの土になってます。私の使う土とほぼ組成が一緒だと思うので、根の伸びとかにも安心だと思っています。はい、今回買ったのはこちら、ブランシュフルール、ケンディフォリア系のオールドローズですね。なので、結構伸びるタイプだと思います。葉っぱも消毒してあって、虫もついてないですし、病気も見当たりません。はい、はい、枝先もこんな感じで元気です。はい、ではこれを植えていきます。じゃあまず、抜いて根をチェックしますね。いいね、結構根が、はい、こんな感じで回っています。いいじゃないですか。私は9号鉢に、9号のスリット鉢に植えようと思います。こちら前の動画でも言いましたけれども、1回消毒して、放置してありました。こちらを使います。まあ、植える過程は
普通なので飛ばしますね。はい、植え終わりました。こちらね、私の作った土なんですけれども、赤玉土、メインの土になっています。はい、今回こちらのバラなんですけれども、私の推しのギタリストを、イメージして選んだバラになりました。なので、まあ他のバラ特別するわけじゃないですけど、ちょっと思い入れがね、いつもよりもあるかなみたいな感じです。はい、オールド系なので、お花が咲くのは来年の今頃になってしまいます。大事に育てて、また皆様にお伝えしたいと思います。はい、では今日はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。